商社神社は、伊勢神宮高大神宮の抹社、水の神を祀る神社で、内宮のネギを務め鎮座地周辺を開拓した、荒木田氏が本拠を置いていた地にある。三重県渡来郡玉城商社曽根に鎮座する。玉城町にある十三の内宮節抹社のうちの一社で、ある。内宮の抹社十六社のうち第四位である。社地の面積は7単十二歩ある。地域では、雨の宮、 または、雨の宮さんと呼び、日照りが続くと雨乞い祈願が行われていた。祭神は、香水上命。水の神であり、玉城町内にある内空拙者の坂手国章神社にも祀られている。身体は石である。山和姫命が定めた神社である。伊勢神宮の抹茶の定義により、延暦儀式町成立、すなわち、延暦23年以前に創建された。 内宮の御領伝として、地域を開拓した荒木田氏の一門は、おごそそねに本拠を置き、商社神社を氏神として尊んできた。研究三年後大御神宮年中行事には、旧暦四月の初猿の日に、一族で参拝したと記されている。戦国時代になると、武家勢力が侵入し、荒木田氏は内宮の鎮座する氏へ移り、商社神社は衰退した。 神宮では、明治の初期、社殿が中絶した、雪末社21社の再興を目指した。まず1874年、宇治山田神社、鴨下神社、詰めら神社、大津神社の再興が実現した。続いて1875年には5社の再興を、京武大輔に願い出た。この願いでは聞き届けられなかったが、1880年に、 おしおの神社の東西を蔵の古材を持って、照射神社と吉原神社の社殿が造営された。残る15社については再興されることはなかった。1911年3月に作り替えられた。照射神社は周囲を他に囲まれている。三重県道717号岩でたまる線から少し入ったところにある。ありがとうございます。